こんにちは、プレアートエデンのベロちゃんです。今日は稲刈り、稲刈り田んぼ傭兵のお父さん、ちょっと手伝いに行きます。まあ役に立ったらいいんだけどね、多分本当に邪魔するだけかな、わからない。外国人として、まあそういう経験したいと思います。メキシコでもやったことない。まーちゃんも行く？行く？行かないということで、じゃあ行きましょう。田んぼに着きました。こんな感じ。お父さん作ったこう。オッケー。ちょっと田んぼを見せるよ。あれやるとクリアルも予定です。終わるかどうかはわからないけど、まあ、こんな感じ。あ、休憩終わり。ああいう形にするわけ。ああいう形にする、うん、はい。ここの線だけだね。で、作ったのはこんな感じ。シューってどう？あれ、かわいい。こんな感じ。みんなまだ超やってる。忘れたことなんだけど、私ね、ホコリアレルギーなんですよ。ホコリアレルギーで今めっちゃくしゃみが出てるけど、まあ楽しいからいいよ。ちょっと頑張りましょう。
な感じ。今日終わりそう？終わる終わる。エロちゃんしない？私だって座ってる？そんなに逆に立ってる？立ってる立ってる。ありがとう、よかった。お父さん役に立ってる？立ってるよ。一応終わりました。お前終わってないけど半分終わってこんな感じ。イエーイ。これね、こっちの半分も終わったけど、今その反対の半分やってる。でこれもほぼほぼ終わって1点。だからあと死に。いやー、でも今日は終わりそう。やった。でこの機械ね、あの機械がこう見てる機械は壊れた。壊れててね、まあ、新しい機械、他の機械借りに行きました。お父さんね。あとほぼ終わってるかな。あとこのぐらい。で、今までやってて、多分10時からスタートで、今4時半だから6時半ぐらいもやってる。大変だね。ということで、こんな感じで、ちょっと、じゃあね。